はい、今日なんですけど、あのシャトレーゼに低糖質のメニューがデザートがあるって聞いたんで、そちらをちょっと買いに行きたいと思います。それではゴー。シャトレーゼね、シャトレーゼはもうそりゃもうね、スイーツいっぱい置いてあるからカロリーとかを気にしたりとかっていう人はいけないところかと思ってたけど、どうやら低糖質のダイエット向きのメニューも販売してるってことが分かったので、これは楽しみで、ちょっと行ってね、どんなのがあるかをね確認していきたいんですよ。楽しみ。はい、シャトレーゼ行ってきました。この前テレビにねシャトレーゼ出てたみたいで、なんか今注目されてるみたいなんでね、ちょっと低糖質のスイーツを買ってきましたんでね、早速紹介していきます。まずなんですけど、糖質 50% カットのダブルシュークリーム、こちらですね。こちらね、すごいよね。シュークリームが食べれるんだよ、ダイエット中に。まあね、あんま食べ過ぎちゃいけないかもしれないけど、ちょっと食べ過ぎると良くないから、ちょっと一口だけ食べてみますね。一口。今日ね、紹介するのいっぱいあるんで、ちょっと一口食べてみますね。いただきます。美味しい。なんかダイエット向き、ダイエット向きっていうか、普通のシュークリームと変わらない感じですね。これはね、後でね、美味しくいただきますんでね。うん。一回取っときますんでね。次は、こちら！糖質 70% カットのアイス、チョコ味。自分チョコ味好きなんでね、チョコ買ってきました。糖質 5.0g、 5g ですね。早速これも食べていきたいと思います。アイス食べたい、やった。普通に甘い、甘くて美味しい。いいのかなって思っちゃうね。でも普通にチョコアイスこれでいいよ俺。置き換えれるな、普通のアイスと。これだったら糖質も 70% カットってやばいよね。豆乳仕立てで食物繊維たっぷりだし、カロリーも 34% オフされてるんだって。めっちゃいいよね。罪悪感ゼロ。こちらも後で美味しくいただきます。続いては糖質 88% カットのとろけるショコラ、生チョコ風、糖質 5.6g。 これもいいよね。どういう状態になってんだろう。生チョコみたいになってんのかな。ちょっと開けてみます。楽しみすぎる、楽しみすぎる、楽しみだ、楽しみだ。普通に生チョコだよ。普通に生チョコだよ、これ。これ生チョコだよ。生チョコ風じゃないよ。生チョコだよ、これは。
早く食べたい。早速食べていくよ。生チョコだよ。生チョコ、生チョコの滑らかさっていうのもあるし、最近生チョコあんま食べてないから余計にもうこれ生チョコやんって感じ。普通にうまい。これはいいな。またこれはいいな。マジでいいもの見つけた。皆さんもぜひおすすめ、これ買ってみてくださいね。続いて最後なんですけど、こちらです。バビーン。糖質 86% カットのショートケーキ、糖質 5g。 見てこれ、いちごソースかな。いちごのソースっぽいぞ。ショートケーキだからか。そうかね、普通のケーキだよ、普通のケーキ。これ食べていきますね。イエーイ。はい、もうケーキ、ただのショートケーキ。はい、ただのショートケーキです。もう確実に美味しいでしょう。いただきます。うん、これはジャムっぽい感じのジャムですかね。ソースが、ソースも美味しいですね。いちごの酸味が際立ってて、普通のショートケーキと同じ感じ。あ、ふわふわ、おすすめです。ショートケーキ、ぜひ買ってみてください。めちゃくちゃおすすめ。一気に食べちゃうとこれもあれなんで、ちょっとこれも後で美味しくいただきますね。イエーイ。はい、最近話題のシャトレーゼの糖質カットスイーツ、これ買って試しましたけど、もう普通のスイーツと同じ感覚で糖質をカットしてくれてるっていう、やっぱそこが課題じゃないですか。糖質をカットして、うわー明らか味落ちたなーじゃ困るんだけど、全然ねそういうのが感じられないぐらいね美味しくできてましたね。これはシャトレーゼさんはすごいなーって思いましたね。そりゃテレビでも取り上げられちゃうよねっていう。これからもちょっと買いに行きたい商品がね見つかりましたね。皆さんもねぜひ行ってみてください。他にもいろいろな商品ありました。アイスも違う味があったりとか、他にもねありました。今回は自分が紹介したのは4種類でしたけど、他のもチェックしてみてください。ダイエットも続けていきながら、そういう糖質カットの商品とかで楽しんでいきたいと思います。はい、今回の動画が良かったな、参考になったなと思ったら、グッドボタンと、こういうダイエットの情報とか、ダイエットのことを知りたいなって思ったら、見逃さないようにチャンネル登録もぜひお願いします。はい。今日は以上です。ありがとうございました。ダイエット頑張りましょうね。バイバーイ。